ポン置いてったな、みんな。ミスったかな。悩ましいな、これ。こうです。いいとこ取ったね。そこいいなぁ。気づかなかったなぁ。ん？そこいいなぁ。いや、そうでもないっすよ。迷う。なあ、そうきたか。諦めろ。暑いね。暑い日だね、今日は。バカ言うんじゃないよ。バカにしないでよ。プレイバック、プレイバック。入ってこない。早いっすね。あれ？どうやってしまう？木、木。あ、木が取れないとこなのね。そうそう。だからね、その紫の2軒目あたりとかさ、その右隣とかに建てたかったんだよね。建てたいよね。いい立地だもんね。邪魔しやがったな。いやいやいや、俺も同じこと考えてたから、おめえの家じゃんだなって。邪魔しやがったな。7が出てないっすね。
かな。何もできないまま時が過ぎるな。なんかある？お前とかできるの好きやらん。うるせえなこいつ。すげえな。吐いたな。通じた。まだやんのかよ。やったー。マジ？まあ置いてれば入るからね。そっか。おい、ふざけんなよ。やるでしょ。ふざけんなよ。やるでしょ。お前さ、先生、お前。おいおい。ユータがいかに俺に対してナメプしたって俺負け続けてんだからさ。いやいやいや、俺この前負けたよ。一回な。いやもう一回、もう一回交渉うまくいったかって調子乗んの。マジか。やりますね。入るね、6。ねえ。これジークフリートの顔めっちゃ面白いな。長いね。顎長いし歯出てるし、すげえお前魅力あふれる顔してんな。あら、そうですか。いらない。いらない。あ、そう。そうなるか。そうなるか。お。お。すごいね。やり始めてるね。早いね。そうですか。あ、違う。お、書いたね。しゃあない。打ち気がないんで。マジ？え、何？ジークフリートと仲良しなの？もしかして？なんかね、くれたね。俺今悩んでる間に取引終了した。うん、早いね。全然だよ。
も得られず。あら。なんかさ、カタンの順番ってなんかわけわかんない順番じゃなかったっけ、もっと。ん？なんか4めっちゃ出るね。うん、そう。ああ、銃止められてる。そうだった？っていうイメージがあったんだけどな。お、やりやがったな。やるわよ。そりゃやるわよ。立ててきたね。あら、4と9が多いな。偏った日か今日。ああ、置かれた。おお、めっちゃ入るね。入ったね、まあ、してやらねえよ。バツついてるぞ。バイカードがあるからね。吐き出したいね。7出ろ。にゃあ。八。ああ。やるな。お。やるな。できたね。欲張りな方だね。うん、なってるね、救急車ね。ね、11。テイク。出たな。出ちゃったか。し
で動かしたいところがないな。やってくんな。おお。トリッキーなことしてくるね。あ、そこは止めたいよ。もうやだね、お前。目立ってるもん、そこは。お前、人のこと殴っといてくれはおかしい。トレードしようはおかしいやろ。トレードの要件変えてこいよ、せめて。麦に。麦は飽和してんのか。麦3。辻に変えてくる。どうしてもレンガが欲しかったと。詰まってる。詰めたね、そこ。3枚だからな。あら、独占だっけ？違う、これじゃない、これじゃない。あ、それね、ダメなんだよね、なんかね。あ？え？キャンセルできないんだよね、なんかね、それ。ちょっと待って、え？カード使ったのになんで何もなくなったの？独占でしょそれ。違うの？え、独占使ったけど、え、独占って相手から全部分取るじゃなかったっけ？だ、指定したやつをね。え、誰も持ってなかったってこと今の。じゃね。えぐえぐマジかよ。あ、ごめん。落ちした。ごめん。4出るなぁ。出るね。出るね。おいおいおい、確率しっかりしてくれよ。出るね。マジか。いやー怖い。いやー、とんでもねえな、カード15枚。すげえな。5枚出ればチャレンジしようぜ。ジークフリート強くない？ジークフリート強い。
あ、痛えな。何そのつなぎ方。あら、5本いったか。だね。やばいね。8。マジで。確率が。お、すげえな。やりました。やるね。なんだこれ。どうしましょう。そう。まあちょっと1位ず抜けたね。もうなんか力技なんだよな、それ。狙い撃ちだね。あ、間違えたな、順番。出るね。バカすか入んな。いやー、マジでそこ止めんの本当やめてほしいわ。ここは狙われるよね。同じことやってんな。ください。ください。同じことやってんだよな。羊二頭にするんで今ください。くれない。ま、まだやすのか。いや、麦にするんでください。あー、畜生、マジで。いやー、カードが出ねえの、よくねえよ。わ、ロッカー止められてんのか。ありゃ。よくないねー。相手選んでけ。そう。やばいな。つけたから諦めろ。あー、キュー止められてるー。メロンソーダ、美味しそう。
そうだ。ね、ラーパーだ。あら、パー入ったね。あ、やばい。なんかやばそう。やばそうだ。いやー、麦粉強えな。やばーい。でも、あいつ言うほど麦ない。入ったね。やってしまった。でも、このバネが美味しい。すごい、なんか。黄色。うん、バニラって感じだ。その中入れてからかな。すごい黄色いやろね。でもメロンソーダの味？ああ。はい。メロンソーダだ。あ、メロンソーダ。メロンソーダをさ。はい、ない。どんまり食らった。うわー、やばい。それやばい。何のストローかな？ストローあんの？やばいな、それは。うまっ。キョウちゃんさん、結構炭酸弱いね。なあ、マジ4と9出るななんで？ジークリート全く俺と取引しようとしてくれないね。お前どういうこと？そういう差別良くないと思うんだけど。バツつけるの早いよお前。俺とは噛み合いませんってこと？なあ、4止められてる。ああまあでもよかったけどな。いい別にキーいいよ。うん、感じる。メロンソーダを感じる。メロンソーダを感じるソフトクリームだね、この黄色に。それは黄色って感じないだって。あのアイスってん超いい理想通り。あー抜かれた。すげえな、熱いバトルを繰り広げてるな。え、ジークリート強くない？いやいや、どうすっかな。周りの人に止められてんのは痛いな。えぐいえぐいえぐい。長いね。うふうふう。くそこかい。お、揺らしていく。そこかい。取り返す。取ったやつ取り返された。
必死だな、こいつ。なんか俺チェック入れてもトレードされないんだけど。左を押さないとじゃん。チェックして、左を押して確定みたいな。うん、吐き出せ吐き出せ。なんで俺に取ったん？宣戦布告ですね。あら、大大騎士、おい、おふざけんなお前。おい。いらねえもんよこしてくんなこいつ。ふざけんなよ。すげえな。すげえバトってんな。あー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 。なっけ。ああああああ。なたを引け。やったお、やばい。いいね。なあ。ちょっと待って。あ、取り消された。あれ？なんださっきのあれは。ああああ、すごいすごいすごい。それやだ。それやだ。キー欲しいねこいつ。道作る気か。うわ、家建てた。はーい。そこに家建てんの。なんでだろうね。建てたかっただけかな。うん。うー、やった。やった。うわ、吐き出せー。とは。いらねえ。なんで俺から持ってくんだよ。いらねえ。いらねえよ。いらねえよ。ゴミかよ。すげえな。俺の周り綺麗に囲まれてて。何にもできない。
止められてる。あ、やばい。すごい。いや、お前これ道作る気やろ。マジお前、俺すごいじゃん。お前自分の首絞めていくの天才だ。うんうんうん。入ってくね。吐き出しすぎでしょ。取っていく。そうじゃねえだろうってものが入ってくる。うわ、やばいんじゃない？あー、やられた。あ、10点。はい、やられたよ。マジか。やられた。ジークレートに負けてしまった。あー、もう、あのね、今回はね、俺と高見でお互い足一発だからだと思う。勝てたもん。いや、だってそれはしょうがないよ。ああ、意識しすぎなんだ、お互いが、お互いを。いや、だって、単純にだって今、ユータ1位だったしさ、今。あ、俺、詰めたもん、あと1点で。え？俺、あと1点で詰めたもん。でしょ？交渉成功してたら、俺、どのターンでも勝てた。え、だから、それは潰しに行かなきゃいけないじゃん、俺は。ジーフリートだろう。ジーフリート狙ってたもん。てか、あの、資源力が半端ないから。うん、まあ、半端なかったね。うん。あそこはジーフリート止めないといけんよ。いや、でも、ユータは止めないとユータは勝つじゃん。あ、俺はだってもう、勝ちに行かないと。いやいやいや。コンピューターに、コンピューターに語れるか、俺に語れるかだよ。いやいや。いや、でも、やられたな、ちょっとな。山賊でだいぶやられた。いや、俺は、あの、4と、4と9にやられたから。俺も4と9、4と9出てれば全然勝ててたもんな。だって、資源量が半端なかったから。ちょっと近場に立てすぎちゃったな。結局、だから俺、どっちも潰されてて、ルートを伸ばすっていう選択がもう死んでたからな。6はね、そこは置きたいよね、山賊を。6の岩はね。よくなかったな。くっそ、道を伸ば、頑張って伸ばすしかなかったのか。ね、そこは結局だから俺はもうそこ参戦できないから、ユータとジークフリードの一騎打ちになってて。ただお前らが金とこ置くからな。それは俺だって何もできなくなるさ。だって置かないと勝てないと思う。お前勝てる筋あった？え？高見さん勝てる筋あった？え、何？勝てる筋ないから貢献しろって？そりゃ勝てる筋なかったよね、高見さんな。あ、でも8取ってんのか、気力と、あ、でも。そう、だ一応ポイント自体は887とかだったんだよね、最後。だ家作ってだね。ああ、ちょっと長いね。だから、あの、手札的にはずっと、その、でも家がもう建てる場所がなくてさ。まあ、頑張って住人ところ伸ばすしかねえのか。そう、やるんだったね。でも、道の、その取り合いにはもう俺参戦はできないなと思ったから、うん、シティとかデベロップメントを狙いたいんだけど、岩潰されるし、うん、
岩は潰さないとな、そこ、それこそな、資源力がやばいからな。あ、でも、麦もね、あ、出なかったんですよ、とにかく。高見8って何 ?1 個持ってたの、あの、ビクトリーポイント。うん、持ってたよ。ああ、そっか。だから別にそんな言うほど勝てないっていうわけじゃなかったんで。いやー、でも、1点足んねえな。そんなことねえか。ちょっと長いね。俺あと一軒建てたかったんだよな。ちょっと近場みたいやねんな。強い親だよってか。だって、こいつさ、G フリートに関してはさ、二軒離れてんのに最長だからね。無駄な一本ある、二本あるしな。うん。四本もあるのか。すげえ。いや、まあ、でもバカスカ入ってたよな、確かに。うん。ちょっとフリーに。足しちゃある4、9、4、8で取ってんのか。うん、そうか。で11でも木が入ってくんのか。うん、10もあるし。あ、そうか。こいつ道作るために立てんのは確かにうまかったな、チーフリートはな。道てか強いんだな。うん、初めて AI に負けたじゃん。邪魔するから。いや、いや、俺だってこれゲームあるから。参加させろや。俺の足を引っ張るから。俺だってゲームやりてえよ。いやー、厳しかったな、あの頃は。いい勝負感はあったけど、最後俺何もできなくなっちゃったのは。うん。もう一個ぐらい都市化して。そう、したかったんだけど。タイミングも悪かったね。吐き出しのね、あれがね、あったから。そうね。で、全部、なんか悪いタイミング、悪いタイミングにもあったなって感じ。で、それこそ序盤はさ、麦で溢れたりするレベルだったのに。そうね。それ、じゃ終盤麦欲しいっすってなった時に全く麦出てこない。いやー、でもこれ専門校だよな。麦2を持ってるからな、Gフリートは。でもあいつ麦そんな手に入るような、まあなかったのに、なんやかんや入ったんだろうね。まあ一件あるしね。もう9が入れば確定じゃん、好きなやつ。うん、そうね、強いね。でもそこにはかけらんねえよな。俺も専門、な、ちょっとね、初期の家作りがな、ちょっと銃に寄っちゃったからな。レンガに寄っちゃったがためにね、専門校どうしよっかなって感じだったんでね。何？